エース水谷隼が第1試合に出てきましょう。やはりあの負けないということが必要ですよね、はい。まあ、そしてですね、ランク10位内もずっとキープしています。ここはしっかりと、はい、出ましは2対2です。ここは止めていき、やはりエースが勝ちますとチームが勢いに乗っていきます。このボールがアウトになり、1ゲームを取るということを言ってますね、第1ゲーム必ずと大切さをよく知ってる選手ですね、第1ゲームにその水谷のサーブです。アカンド、ここは止めきれます。アウトになります。今前について積極的なプレーをしています。これは止めきれません。国選手には勝てないというふうに水谷は話していました。すくい上げる、ネットにかかります。水谷のサーブです。お互いに短いところから、最後はプラトノフが合いません。まず第1ゲーム、日本男子の世界の頂点に向けた戦い、この第1試合です。相手はベラルーシ。水谷がまず第1ゲームを取りました。ますよ、はい、全ての選手が世界ランク30位以内ということで、今までの中取っています。今年の日本男子、ね、今度は自分たちが取るんだという、はい、気持ちになっていると思いますね。さあ、ここは打ち合い、水谷取り、全選手強いですので、どこからでもポイントができるようなメンバーになってきてますよね。そうですね、推薦で選ばれた選手、その選手が、まあ、今大会最初の試合バックサーブできます。強打決まりました。はい、よく考えてみますと卓球でね、はい、あの特に、まあ、ですけどもこの近い距離ですので、はい、まあ、早く感じますよね。これはいいラリーになっている。ちょっと下げられている水谷、ただここからも反撃はあるんです。体感はあると思いますね。飛んでいく水谷です。そして反撃に出ます。まだ全力で打っている感じではありません。アウトです。動きません。もう一度サーブを打ちます。強打、当てった方がいいですね、はい、守備が非常に硬いというベラルーシエッジボールです。サーブで来そうです。アウトになりました。手のものがあります水谷。さあ、ゲームポイント、これは拾う、そうですね、接戦をしていましたよね、はい、石川選手は。そういう面で、さあ日本のエース水谷はどうか。エッジから打ちました。プラトノ、強打、アウトになりました。ここは完全に待って強打を決めていきました。さあ、ゲームカウント2対0、まず1勝まであと1ゲームとしています。を組んできました。ですから松平健太と、そして吉村が外れています。強打は合いません。したプレーしてますので、はい、自分から攻撃的に積極的にプレーをした方がいいです。もしい姿を初戦から見せています。日本水谷、はい、まあ、結構万全な感じに見えますね。そうですね、というところは見られませんね、サービスも結構、まあね、本人はこの団体戦は長く強打、もう一回行く、おお、すごい、先に取りますと勝利ということになります。最後はレシーブで決めた。最後はレシーブ。